このね、組み合わせはもうベストマッチだわ。仮面ライダーバトルガンバライジングズバッとバット5弾のキャンペーンカードを紹介して、さらにプレイもしていきます。やったー。こんなに自由に喋っていいのかってぐらい喋らせてもらってるんですけど、そうだね、昨日 LR カード紹介しましたと、はい、まだね見てない人はこの動画の後にでもぜひ見てください。じゃあカードの紹介からしていきたいと思います、はい、それでは早速やっていこう。バンマリ5番で登場するキャンペーンカードなんですが、13種類あります。おー、13種類。はい、レジェンドクロスキャンペーンからは9種類、 V シネクスと発売記念キャンペーンからは4種類になっています。おー、13種類のカードがね、ここにあるんですけど、はい、はい、ガチさん、よかったら手に取っていただいて。あ、いいんですか。1枚目は仮面ライダークロスセイバー。こちらは、仮面ライダークロスセイバーと後ろには仮面ライダーフォーゼコズミックステイツが書かれていますね。これは宇宙つながりの1枚かな。2枚目は仮面ライダーオーズプトティラコンボ、うん、きた、プトティラとね。そして後ろには仮面ライダーブレイズ標準戦記が描かれていて、この2体ね、共通するものといえばもう氷ですよ。あ、はいはい、氷つながりでこの2体が選ばれています。3枚目、仮面ライダーアーク1。マスターアーク1、後ろに映っているのは仮面ライダーカリバー邪王ドラゴン、闇の力ですね。いや、このカード強そう。4枚目は仮面ライダーファイズブラスターホーム。そして後ろに描かれているのは懐かしい仮面ライダーエスパウダーゴールデンアランジーナ。いいね、この2枚の組み合わせ。僕ファイズ好きなんですよ。で、ケント君好きなので、これはいいですね。めっちゃテンション上がるわ。続いては仮面ライダーカブトハイパーフォーム。そして後ろには仮面ライダーサーベラ昆虫大百科がいますね。この2体の組み合わせもう間違いないよね、うんうん、続いては仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーエクストリームです。後ろに書かれているのは仮面ライダー剣山。この2体のつながりといえば風、疾風ですね。続いては仮面ライダーウィザードインフィニティスタイル。インフィニティかっこいい。後ろにいるのは仮面ライダーバスターです。石というか地面のつながりなのかな。続いては仮面ライダーエグゼイド無敵ゲーマー。後ろに描かれているのは仮面ライダースラッシュ。音つながりなのかな。ポピーがいるじゃん。ポピーのそうドレミファビートとこのスラッシュのね、音中剣の音つながりの1枚かなと思います、うんうん、最後の1枚は仮面ライダーブラック RX。 そして後ろに描かれているのは仮面ライダー最高 X ソードマン。光つながりの1枚になっています。こちらの計9種類が、レジェンドクロスキャンペーン。そして、こちらがですね V シネクスト発売記念のキャンペーンカードになっていて、1枚目仮面ライダー滅びスティングスコーピオン、仮面ライダーナキ、仮面ライダージンバーニングファルコン、仮面ライダーイカズチ、4種類になっていて、キャンペーンカードは計13種類となっています。はい、いや、どのカードもいいな。今日はこの中から選んで実際にプレイできるんだよね。この中からデッキを組んでいただければと思います。はい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 、なるほどね、まあ、自分が使いたいなっていうカードと気になったカードをちょっとピックアップしましょう。仮面ライダークロスセイバー、まあ今回の目玉ですよ。はい、仮面ライダーセイバーの最強パワーアップ。最強ですね。はい、このセイバーがあの宇宙をテーマにしているんですね、うん、セイバーのカラーリングもこう宇宙みたいな紫の感じとキラキラ感が入ってて星をイメージしてるのかな。後ろにいるこの仮面ライダーフォーゼ、フォーゼは宇宙の力ですね、はいはいはい、うん、しかもコズミックステイツっていうフォーゼの最強フォームなんですよ。でコズミックステイツはアストロスイッチっていう40個のスイッチを全てこう集結させた力を引き出せるんですけど、宇宙に敵を連れて行って宇宙で必殺技をするっていう、うわ、そうフォームだから、このね組み合わせはもうベストマッチだわ。ベストマッチですね、はい、納得の1枚です、うん、まあこのクロスセーバーはねやっぱ使いましょう今回。まあそうね、うん、うん、使った方がいい。まあこれも外せないかな今回。仮面ライダーオーズプトティラコンボ、オーズに関しては出し切ったんじゃないかなってぐらい喋ったんで、あれなんですけど、プトティラの氷のこう周りを凍結させる力、うん、そしてブレイズのこの氷の力ね、この2体敵にしたら本当にとんでもないな。敵側もう絶望だよね、勝てない勝てないみたいな。これもちょっと使おうかな。おー、いいねいいね。はい、早速2枚決まりました。やばい、1個しかないの。そうよ、ちょっと待って、俺まだ全然喋り足りないんだけどさ、仮面ライダーカブトハイパーフォームと、あー、そうね、サーベラ後ろにいますが、サーベラってさ、はい、お兄様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 ですね。逆にこのカブト、はい、天道掃除はもう妹思い、あ、そうなんだ、いう兄弟愛みたいなつながりもありますね。
私、剣山のカード剣山そう、ダブルのカード気になるな、ね、はいはいはい、まあ、サイクロン浄化エクストリームって、うん、地球の全ての記憶を持っているから、うん、どんな相手でも最適な力を見出せるんですよね、こう、この相手と戦う時相手の全てを閲覧して、うん、こいつに一番有効な力はこれだっていうのを、うん、フィリップが割り出してその力を使って戦っていくんだけど、すごいじゃん、すごい、ダブルが剣山に合わせる形で一緒に戦うならこれだろうなみたいな感じになるのかな。いや、いいな、これもちょっと悩みますが、うん、絞れねえ。決めました。はい、最後の1枚は仮面ライダーファイズブラスターホームです。今、クロスセイバー、トーマ、ブレイズ、縦紙標準戦機、リンタロウと来て、ここで剣刀を選ばないでどうするんだっていう、まあまあまあ、今さ、カリバーに変身してるじゃん。変身してます、ね、で、雷鳴剣と暗黒剣が目の前に来た時に雷鳴剣を取らずに暗黒剣を取ったと思うんだけど、ちょっといつかね、またエスパーダに変身してほしいなっていう願いも込めてこのカードを使います。熱いデッキができたね。はい、で、今回クロスセイバーのキャンペーンカードなんだけど、はい、クロスセイバー専用システムっていうのがこう搭載されていて、バトルが進むと自動でフォームチェンジするんです。え、フォームチェンジするの？そうなんですよ。ほいほいほい。そしてフォームチェンジするたびにパワーアップ効果が発動されて、セイバーが超絶強くなるので、ぜひそこも注目して見ていってください。なるほど、この力を引き出せるかは僕次第ってことですね。まあそうだね、頑張ります。バンマニ、よし、じゃあ今回は仮面ライダーアークゼロと戦います。頑張れ。よし、おーおー、え、なんかいっぱいいるぞ。あ、ね、じゃあちょっと難しいでやるか。打倒アークゼロ、やばい、ヒューマギョが暴走してる、やばいやばいやばい、500体。え、私に盾つくのか。500体、すごいな。あー、なるほど、先にマギアを倒して、はいはいはい、あ、そういうことね。あのね、ズバッとバッと2段の時に仮面ライダーコアと戦うモードがあったの。あ、で、その時も最初にこう闇を倒して、うん、その奥にいるコアと戦うみたいなのがあった。あ、そうそうそう、ちょっと500体だから最初の段階でやられないうちに用意しないとね。頑張ろう。じゃあまずはクロスセイバーをスキャンします。はい、キャンペーンカードスキャン。この効果音がいいんだよね。バト変身。聖なる刃で全てを救う。ああ、いいね、かっこいい、素晴らしい素晴らしい。さあ残り2枚、オーズとファイズ、このチームでいきます。準備ができたこのチームでいいか。お、各ラウンドの開始時やスロットバトル、テクニカルバトルで勝つとカウントが上がる。ほう、あ、これがさっきモニちゃんが言ってたあれか、新しいシステムか。そう、クロスセイバーのカラーリングにソードライバーあるの、いいね。ねえ、すごい目立つね。え、これが君のチームだ。相手チームの登場だ。おー、迫力。アークゼロどこ？どこ？見えない。はるか彼方にいる。やばー。やばいな、それ。500体でしょ、だって。500体ですよ。すごいよ。お、早速バーストできるんですか。じゃあここはオーズで。カードを伺いそう。ここは任せて。俺に力を貸してくれ。さあ、いや、500体か。これを倒さないと俺アークゼロとも戦えないからな。そうよ。やっぱオーズのね、歌テンション上がるよな。ね、これアイコン揃ってるからいけるんじゃないか。おー、よし。いいね。OK。君の攻撃だ。お、2になった。増えた。よし、オッケー、オッケー。お、ナイス、ファイズ。いいですね。順調やな。お
で、ワンダーアタックで、3になりました。クロスセイバー専用システム発動、ステータスが超絶パワーアップ、攻撃、防御、必殺のすべてがパワーアップするよ。クロスセイバーパワーアップした。じゃあカードを伺いそう。ファイズ俺のバスナーズ、戦うことが死んだ、俺が背負ってやる。タックンかっこいい。オーラバースト、つい歌いたくなっちゃうね。おい、スパーが来た。ケント、ボタンを押す。ボタンを押す。いけ、ファイズ、いけ、まだまだ、かっこいい。あれだ、あれだ、やれやれ。いいぞいいぞ、目指せ 100%。 頑張れ頑張れ、いけ、よし、いけ。うわー、エスパーがかっこいいな。剣をね、交える。いいね、素晴らしい。おあれ、プレフト倒した。おお、すごい、やった、素晴らしい。アークゼロが出てくるのかな。私に盾つくのか。私にはあらゆる結論が予測できる。おー、かっこいい。やばい、好きなんだよな、アークゼロ。なんだか忙しくなりそうだ。やばいな、やばいな。相手に押されていると。結果は見えている。あ、なんかアビリティ発動しちゃった。まずいまずい。違う、使ったボタンを素早く押す。あの、色のボタンを押したやつよね。なるほどね。3、2、1、来た。すごいよ、はいよ、いくさ。おお、このね、0.29 の壁があるのよ。あー、なるほどね。そう、30までしか出せなくて。0.2 秒台か。そう。いや、0.2 秒台たまにいるの。あ、そうなの。そうそうそう。お、また来た。みんなを引く。仮面ライダークリムゾンセイバーにフォームチェンジ。スロットが超絶パワーアップ。スロットがすべて K アイコンになり、超絶パワーアップ。クリムゾンセイバーだ。すごい、3冊。いや、これちょっとセイバーまだ控えてるから、ちょっとあえてバーストしないわ、ここは。カードを、そしてね、必殺技はやっぱもちろんね、クロスセイバー見たいよね。見たいですね。この表面の必殺技見えてないからさ。確かにそうだね。そう、どんな感じなんだろう。必殺ブッカー、おぉ、覚悟を超えた先に希望がある。いいぞ。あ、そういう感じ。切らないんだね。切ったと思ったら後ろに宇宙が出てきて吸い込む。なるほど。必殺技のチャンスだ。さあ、あ、待って、吹いてる。やばいやばい、やばい。これパーフェクト出さないと。え、しかも、あ、しかもさ、マックスいっても勝てないよね、これね。確かに。カードを動かして、さっきさ、ファイズとエスパーダ見たから、オールズにします、次。はい、ここは任せて。オーラバースト、オーラバースト発動。おー、来た。あてがみ表示しておき、パワーチャージ、ボタンを押せ。リンタロウ、エイジ君、まだまだやるしかない。またボタン押したやつだね。ほら、いけ、頑張れ。よし、100% は。やっぱりライダーはメダカブリュー怖い。OKOK。 お、また来たよ。仮面ライダーフィーチャリングセイバーにフォームチェンジ。ゲージが超絶パワーアップ。テクニカルゲージ、バーストゲージが超絶アップ。超絶強くなったセイバーでフィニッシュしよう。おー、フィーチャリングセイバー来た。一気に決めるぞ。
兄さんの方が出てきた時の俺とは違う。ちゃんとドアドのチャンスだ。素晴らしい。あ、ちゃんと三冊になってる。おお、あ、頑張れ、次こそは。あー、向こうのパーフェクトだ。美味しかったな。惜しかったな。気をつけろ。やばい、まずい、まずい、まずい。やばい、やばい。やばい、セイバー。セイバー、撃たないで、もうやめて。やばい、やだ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 。弱すぎる。この一撃で貴様は滅びる。ああ、もう私を止められる者はいない。まずい、まずいぞ。ねえ、なんてこった。ああ、嘘。まさかの。え？俺と特訓して。来ない。次は絶対勝とう。バンバリ。今日はデータカードバス仮面ライダーバトルガンバライジングズバットバット五段のキャンペーンカードの紹介をしてプレイもしていきました。はい。いや、負けちゃったんですよ。まあ結果言いますと。そうそうね。僕がなぜクロスセーバーをバーストさせなかったかと。はいはいはい、見たかったんです。カウントがね増えていって、フィーチャリングセーバーになるところ、ね、こうなるんだみたいな。クロスセーバーからクリムゾンセーバーになりました。なりました。そしてカウント10まで貯めることでフィーチャリングセーバーになった時の達成感、ね、ブレイブドラゴン、ライオン戦記、ランプドアランジェーナ、エモいね。いや、あの友情ね。そう、絆の力で戦って、しかもオーズもファイズも仮面ライダーでブレインもエスパーダもいるでしょ。最高の環境でした。最高の環境で負けました。すいません。レジェンドライダーたちとこう共闘できるっていうのがすごいいいよね。そうそうそう、やっぱりバーストした時に2人一緒にいるんだよ、うん、で、最後さ、武器をさ、そう、ね、そう重ね合わせるのがこう絆っていう感じがして、これちょっとキャンペーンカード使ってないやつまだあるから。確かに、ね、ちょっとみんなに遊んでもらいたいよね、うん、そうだね、全部ちょっとやりたいよね。ぜひ皆さんもね、このカード集めてたくさんあのゲームをプレイしてください。このクロスセイバーはあのキャンペーンカードのものだけじゃなく、他のレアリティのものでもさっき言ったシステム発動していろいろなフォームにチェンジできるので、頑張ってカウントを貯めてください。データカード出す仮面ライダーバトルガンバライジングズバットバット5段は全国のアミューズメント施設などで絶賛稼働中です。テレビシリーズ仮面ライダーセイバーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。ガンバライジングが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。気づいたけど最近俺全然勝ってねえ。